君がシズ先生を殺したと聞いたから。あ、だからそれは敵討ちよ。私の手で君を殺しておきたかった。確かに俺が殺したようなものだが、あれは、あれは結果が全てなのだし、どうでもいいわ。この世界で私に優しかったたった一人の人。道に迷った時は私を頼ってほしい。でももういないのね。これは自分でもよくわからない感情だね。誰がヒナタにシズさんの死を伝えたんだ。脚色されまくっているのか。俺が完全に悪者にされている。仲間が心配？当たり前だ。そうでしょうね。悠長にしてたら君帰る場所がなくなるよ。返してあげるつもりもないけど。勝ち誇るのはまだ早いと思うけどな。ゴーリフト身体強化を発動。この一撃で俺の攻撃を観察し次の行動を予測して対応している。まるで大賢者を相手にしているかのような気分だ。ダメだ、こいつは強い。終わりね。この結界内でそれだけ動けるのは大したものよ。正直見くびっていた。でもね、君では私に勝てないわ。あと一撃で俺を殺せるからか。へえ、わかるんだ。この剣の特殊能力を用いたデッドエンドレインボーは7回目の攻撃で確実に相手を死に至らしめる。それがたとえ精神生命体であってもね。